初回に打たれたヒット1本、投手戦ですね。いや、2人とも素晴らしい出来ですね。あ、146キロ、ストレート外れます。スイングアウトの三振、7つ目の三振です。今日も一つあれと思うスターティングメンバーがありました。そうでしたね。キャッチャーがベテランの藤田なんです、藤田なんですね。持って桑田の持ってるボールをふんだんに使ってますね。ああ、そうですか、はい、試合前4回の表のタイガースの攻撃です。桑田の球数が3回まで56球、不安材料がありますか。船越さん、はい、タイガース見送って三振。この回3つ三振を奪いました。この回ピッチャーの薮まで打順が回るんですが、相手のピッチャーは今ジャイアンツで最も調子がいい桑田です。それでは各地5回タイガース、ノーアウト1塁、バッターは檜山、はい、早め早めに仕掛けていきたい、仕掛けなきゃいけない。このも三振、9個目の三、の味方も今日の和田は2打数ヒットがありません。ね、おお、いっぱいのコース、ワンエンドワンの2、はい、どんなボールで打つじゃないですか。ボール球でしたが、はい、思い切っていきました。変化球ショート正面、あの3回まではね、薮さんも良かったんですけどね。今オマリー打ってます、ね、はい、と言っていて悪くないこともまあまああるんですが、ね、これはまあ今後展開次第ということになります。オマリーは三振のいい当たりがあったんですが、ツーアウトランナーがありません。バッターボックスに鮎川が入っています。少しずつ甘くなってくるのを見逃さずにいけるかどうかですね。けど粘り強いですね。粘り強い、そうですからね。ウェイトトレーニングがいい。桑田がね、入ってきた年に私一度対戦してるんですよ、1年間ね、はい、その時は5回までは素晴らしいピッチングをしてましてね。三振です。11、5回には満塁のチャンスで凡退しています。1球目かえって前半よりもはるかに甘い。おっと、ストレート空振り。その後やはり新庄も遅れましたね。これで今日の桑田は気迫が見えますね。オリックスのイチロー、ワンエンドツー、変化球ストレートで押して最後はかわしました。このマウンド上の桑田からでした。1球目ストライク、ツーストライク、空振り。毎回の14個目の三振を奪いました。今シーズンの奪三振記録で126、三振の数が14個、あと2つでセリーグタイ記録、
アウトカウント勝てばこのままあと2つということになります。ノーツーなんノースリーノースリー真ん中へワンスリー出しますとやはり徐々にね気持ちが早く終わりたいっていう気持ちになる。15個目の三振。さあセリーグタイ記録にあと1つ。ツーストライク。16個目セリーグタイ記録を樹立しました桑田真澄。今シーズンの初完封勝利。16個セリーグタイ記録の三振の山を築き上げました。素晴らしいエースナンバー18に誠にふさわしいナイスピッチング。マウンド上の桑田が一人一人の野手と握手を交わします。18番桑田そしてベテランキャッチャー藤田見事な試合にしました。16個ってのはやっぱすごいですよ。すごいですね。ちょっとその三振をすべてご覧いただきましょう。すごい。これどこが良かったですか。まあ、フォークボールがほとんど10個16のうちに10個っていうんですけど、やっぱフォークボールっていうのはまっすぐが走ってないとね三振にならないんですよ。それだけまっすぐも良かったっていうことを言いますよね。今年のクワタはあれじゃないですか、ストレートに伸びがありません。そうですね。それと投げ方がようやく、悩みがなくなったっていうんでしょうか。で昨日は江川さんは、ね、やっぱりキャッチャーの藤田を褒めたいですよね。今季初先発ですよね。やっぱりね昔っていうとあれですけども阪急時代に、